T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。第9章半ばです。刺繍が鼻をつく。この地は魔女の支配下にあるものの、ガブリエルの力は彼女をはるかにしのいでいる。魔女がいるようですね。魔女の絵ぽいですね。しゃれたエレベーターです。そうかしら。なんかこれといい、家といい、もうマンガっぽくないですか。なるほどね、確かに見えるわ。妖怪ポストでもあるんでしょうか。魔女、道に迷ったのかい。そうだろう、ご主人様から来ると聞いておった。主人とは誰だ。王に決まってるだろう、天使の王様じゃ。迷っただろこのババが道を教えてやろう。私はどこへ行けばいい。そこにオルゴールがあるだろう。そこにしか咲かぬ青いバラがある。そのバラこそが若さと美しさを取り戻させるのだ。その青いバラを取ってきておくれ。さすれば冥界への道を教えてやろう。お前を小さくしてオルゴールに入れるから試練を乗り越えて青いバラを持ち帰っておくれ。ババはこれで若返る。楽しみだ。あ、そうだ、鍵。オルゴールの鍵はカカシどもが持っていきおった。三つとも全部だ。もしその三つの鍵を取り返してくれたら、お前が行くべき道を教えてやろう。鍵を見つけてババに持ってきておくれ。ババは嘘はついておらん。鍵がなければお前はこの先へ行けん。鍵を持ってくれば道を教えてくれるんだな。ああ、そうとも約束だ。だがまず鍵をくれ。行っておいで。つまりオルゴールの中に咲く青いバラが欲しいと。そのための鍵を取ってこいってことだね。カカシが持って行ったって言いましたか。言ってたね。どんなカカシですか。ババヤーが子供を食うって。一応伝承ですけどね。若々しい美女へと変身する。どこに食いついてるの。一刻も早く鍵を集めて、青いバラをちゃっちゃと取って、早く飲ませましょう。そんなに見たい。今はただの老婆ですが、見たところ若い頃美人だったのは本当のことだと見受けられます。興奮してきました。まったく呆れるわね。カラス。いや、そんなことわざわざ宣言しなくても。カラスの群れだ。なんてわらわら。いきなりキモいから。パズル。カカシは生きてる。なるほど、カラスを取ろうと動くと。つまりカラスを誘導してカカシの近くにやればいいんですね。ふむふむ。これか。揺らして飛ばす、案外原始的な方法でした。あの赤いのがカカシかな。マンドラゴラか。ちょうどいいから回復させてもらおう。あまり回復できないね。
どうやら、与えたダメージの1割ほどが、回復量となるみたいですね。じっくり観察したら、そうっぽいです。なるほど。ほんとだ。そうみたいね。つまり、一撃で大きなダメージを出せば、それだけ大きく回復できるってことですね。こんなに妖精が出るのなら、せっかくなので使ってみますか。聞いたっけ？ほんの少し、効くはずです。効果のほどは、いまいちわかりませんでした。よし、じゃあカラスを誘導します。え、まだ残ってたのか。数で攻めてくるよね。ダメージをあまり食らわないのが救いです。倒し方はえぐいわね。やはり、これで良かったようですね。こんなカカシは嫌です。動いた。え、なぜ燃える？しかもカラシを逃がしてるし。もっといい獲物を見つけたってことか。私のことですか。むざむざやられはしませんよ。いて。やられそうだね。意外にすばしっこいです。休んだの少しだけ。でもそのおかげで割とあっさり倒せましたよ。まあ動きは悪くなかったけど。これが鍵か。その名もカカシ。そのままだね。マルファスが作り出したんですね。ババヤーガを見張ってるって。なるほど、監視役ですか。だからババは、鍵を取り戻せなかったのか。一応理由はあったのね。鍵はあと二つ。つまりカカシもあと二体？めんどくさそうです。うん？ほう。あ、あれがカカシか。また、もう倍速です。無理やり起こせないか。お、なんだこれ。掴めないし、壊せない。まだ違うのか。こっちに出ましたよね。このカラスは戻しておきます。おそらく、ここへ新たなカラスたちを、誘導する必要が出てくると思います。そうなると、邪魔ですからね。その気遣いが、無駄にならなければいいね。またですか。ほんと多いですね。あまり回復できないくせに。
怒りをぶつけてるのね。ひどい。お互い様です。どこに出たんだろ？この上じゃないの？死体だ。意味なかった。あ、ここにもカカシ。魔女が諸悪の原因っぽいです。え、もしかして、ババヤーガのこと？え、どういうことですか？それでマルファスは、ババを監視してるのか？でも、そのマルファスももういないけどね。ババはその事実を知ってるのでしょうか？まだ知らないかもね。未だにカカシに監視されていると。皮肉ですね。本当にその魔女ならば、自業自得だけどね。まあそうですね。ところで、さっきから何やってるの？そろそろ医者になろうと思います。は。ふう、すっきりした。おい。患者ごと吹き飛ばす系の医者です。そんな医者がいるかよ。さて、本当に困りました。左上にカラスが見えるのですが、行き方がわかりません。ご時。いや、ある意味合ってます。まあね。こっちは戻り道か。これを戻したのがいけない。そんなわけないか。本当に休んだの？まだ足りなかったようです。頭が回ってないのかも。こんなに回ってるのに。また出てくるし。そんなに潰されたいんですか？あ、これ。え。疲れるの？そりゃそうでしょ。使ってるものは、すべて掴めるのよ。そうだったか。いやー、イライラさせてすみません。前回から、ちょっとおかしいよ。これが本当の私かも。しっかりしなさいよね。頑張ります。とりあえず、ここのは移動させましょう。あそこへ行ったか。ここからは降りれないのか。しょうがない、回り込むか。また出てくる？新たな展開があると、出てくるんだね。熱心なファンですか？それが M のね。ここか。向こうに飛ぶんですよね。やっぱり。となると？やはり、これは邪魔ですね。そしてこれを飛ばすと。方向がわかりづらい。カメラが完全に逆向きになるから。あ、これ飛ばしていいのかな？やはり、どこ行ったのかな？あ、ここにいた。なんだ、これでオッケーですね。
んで迷ったよ。練習で外国なり関東なりすればいいかなって。まあそうだけどさ、いろいろ考えてはいます。私なりに知らない苦労もあるのね。障害物が邪魔で悔しさ。そういう弊害もあるのか。シンクロ防御さえできれば問題じゃないですね。何その動き。のけぞってたね。またか、聖水が効きましたよね。おお、結構なダメージ。よし、結構簡単です。戦闘はそこそこできるのね。問題は頭ね。疲れているだけですよ。ほんとかしら。さて、もう一体いましたよね。勝手に。でも、その方向にカカシもいるってことですね。そう考える頭はあるのね。少し休んだ効果です。先にはいないから、飛ばしても大丈夫。よし。あ、ここも。新しいのが来た。マンドラゴラも来た。大歓迎されてます。やっぱり倍速です。よし、片付いたかな。あとはないか。飛ばしてもいいですね。これで。回復する必要もないかと思ったら、また出てきたの待ち。何ヒット落ちたのかな。結構な数だと思いますよ。よし、終わった。ここの両方にカラスがいる。で、奥にカカシ。ってことは、このまま飛ばせば、カカシのところに飛んでくれませんか。よし、思った通り。だんだん頭が冴えてきた。少しずつですが、最後のカカシです。特に動きが変わらないのならば問題なく倒せますよ。ちゃんと回復もしておきます。あとは金の魔力で。悔しいけど、うまく戦えてるね。よし、これで終了。
いやー、楽でした。これでパズルクリアか。やったー。嬉しいのね。あとは戻るだけですね。よし、一刻も早く戻りましょう。なんでそんなに急ぐの？だって、早く青いバラを届けて、若い美女姿を見たいから。そんな動機かよ。もはやそれしかありません。ただいま。お見事だ。よし。では、ほら、美人だったと思いません。どうやって？まあね。目を閉じるのだ。魔法で目がつぶれるぞ。セクターのコントラブレスティアス、ファビュラル！クリアの魔法だったみたい。ということで、今回は終了です。早く次回を見たい？ノクタン。焦らないでってば。もう。またね、ノクタン。オルゴールは危険だよ。あのお方が言うほどの騎士ではないな。教えてあげる。ねえ、一緒に遊ぼう。